ちょっとじゃあ質問コーナーいいですか。はい、答えられる質問だね。あ、もしあの NG だったらちょっと言ってください。そんなでも、はい、あ、いきなりでもこれ、いきなり結構なコメント出てるな、はいはい、これ読んでいいですか。あ、全然いいですよ。まあ、別にいいです、はい、いいですか。うん、あの、まあ、ちょっとこの質問メンバーシップが来てるんで、はい、読ませていただきます、はい、どうぞ。プロレス好きのジャン斉藤さんは、はい、武田信彦の八百長についてはどう思ってますか。あ、なんかそれ答えづらい質問なんですか。いいんです、すごいですね、業界にいて。それを全然答えづらくないですけどね。いいですね。ちょっと、うん、どう思ってますか。どう思ってる、長くなりますけど。でも聞きたい、これめっちゃいいメインテーマや、これがメインテーマなんですか。はい、ちょっと教えてください。え、なんですか、八百長って。例えば、ただだす僕ね、いや、じゃあもう言わせてもらいますけど、うん、その UWF とかプロレスのことなんかどうでもいいっていうか、うん、それはもういいんですよ、そんな、うん、プロレスの団体で、うん、でもガチンコって、ね、うん、言ってる MMA の団体で八百長は俺は許せないですよっていう。それは歴史がどうとか知るか、そんな、うん、じゃあ桜庭やったかって、うん、桜庭は自分の弟子とかはちゃんとやってたよね、ガチの勝負、うんうん、でその八百長やったことは許せないよっていうことを僕は思うんですけど、ジャンさんどうでしょうか。あ、なるほどね。でも高田さんに関しては、はい、いわゆるコールマン戦とか、うん、アレクサンダー大塚戦が八百長だったんじゃないかっていう。そうですね。あとカイルなんとか戦、出場ね、はい、うん、まあ、はっきり言っちゃうとね、まあ、いいか悪いかって言ったらダメだと思います、はいはいはい、うん、ただあの時代では仕方なかったのかなっていうことですね。いや、あのその話したかった。いいですね、やっぱそう思います。あの時代って興味じゃなかったんですよ、はい、MMA って、はい、もっともっと見せ物だったっていうことで、はいはい、そこまでまだね、ジャンルとして成熟してなかったところがね、いやいや、あるんですよね。もちろんそうですよ、うん、でそこで、はい、そういう試合をやったことに対して、はい、今になってあれはいけないっていうのは全然言ってもいいと思うんですけども、はい、僕はあの時代 あのいわゆるプロレスから、はい、格闘技に流れていく時代を見てきたものから言わせれば、まあそういうものを背負うしかなかったんだろうなっていう感想になりますね。でもね、うん、もうそれだったらちゃんと認めてほしい、一回、うん、悪かったと。まあ、でも少なくとも僕はね、あの統括本部長やるのはおかしいと思うんですね、うんうん、MMA の団体で。それ自分がそれやっといて。だからそのプライドとかも内陣もそうですけども、はい、そういった流れの中で生まれたイベントだから、はいはい、高田さんが、まあ、いろんな意味で十字架を背負ってるっていう意味で、はい、統括本部長やってるのはそれぞれでいいと思いますけど、例えばこの間バンダレーシューバーが、はい、USC の殿堂入りしたじゃないですか、はい、あれも僕も思うとこありますよ。例えばその、じゃあお前ドーピングどうだったんだとか。ああ、今日いきますねなんですか。 いいですね。例えばじゃあプライドとか、はい、桜庭さんが負けたのっていうのは、はい、もしかしたらですか、杉の力の方が。いや 100% そうでしょ。でしょ、もう言い切りますよ、はい、うん、ですよね。だからそこで思うところあるし。あれ USC 殿堂入りしたんですか。しましたよ、はいはい、うん、あ、したかな、ちょっと後で確認したんですけど、しましたね。思うところあるんですけども、はい、ただ言っちゃえばバンダレーだけじゃなかったわけですよね。いや、もうあの時はすごかった、あの時代はね、うん、で変な話、日本人が USC チャンピオンにならなかったっていうのは、はい、ある意味クリーンの証ですよね、はい、クリーンだったからチャンピオンになれなかった、はい、うん、と思うんですよね。だから僕もバンダレーは思うとこあるんだけど、でもそういう時代だから仕方ないっていうか、そういう時代だったんだなっていう解釈ですね。立派な回答やなそうですか、なんかだからまあグーのでも出へんなだから高田さんのこと批判するのはいいんですけども、はい、まあそういう背景があったっていう。でも許せないっていう僕の気持ちも分かるでしょ。ありますよ。僕はやっぱ MMA をちゃんと、俺は当然ながらやけど、八百長なんかしたことない、うん、負けた試合もあったけど真剣勝負もやってきた、うん、でそれを真剣勝負って歌っといて、それ八百長やったやつを俺は許せないですよ、うん、それ認めれない、はい、全然いいですってやっぱ思っちゃう、うん、でそれを X に書いたら角が立つんで、ひっそりとインスタに僕は上げてたら、松沢チョロがわざわざそれをスクリーンショットして X の方で投稿して、それをジャンさんが見て、それを広めようと炎上させたねみたいなので引用ツイートしてきましたよね。で青木真也にキレられて、俺覚えてないです。いや覚えてないって結構最近ですよ、うん、まあ、青真の前はね、はい、ジョビンさんがそういうこと言ってるからいいチャンスだみたいに思ってそういうこと言ってるかもしれないですけど ね。いやでも誇りはないのかな、青木真也は自分がガチでやってきたっていう。でも青木真也さんも、はい、ジョビンさんの立場で物を言いそうですけどね。ね、時によっては逆張りおじさんですからね、あれ、うん、でも例えばその UWF はいい、はい、いいみたいなこと、いいんですか。いいです、いいです、もちろん UWF はいいんですか、はい、ああ
まあでもあれもグレーゾーンでやってたか、グレーゾーンというかガチっぽい感じで言ってたか。例えばでもアメリカからそのなんだっけ、カズラスキーかな、はい、レスリングの有名ですか、ちょっと名前が今どう忘れちゃいましたか、はい、まあね、安いお金でやってきて、はい、その負けを負けのね試合を引き受けて、はい、あの控え室で何とも言えない顔したみたいな話があるから。え、どういうこと、負けてるんですか。いやいや、UWF に来て、はい、安いお金で負けの試合を、はい、させられて、はい、控え室で微妙な顔していたみたいな話でもあるから、はい、あの UWF はだってあの時は真剣勝負みたいなのを言ってたじゃないですか。そっか、でもその時代は僕、うん、はっきりと僕はその時代に生きてないんで、うん、結構あれ何年ぐらいですか、1990年、80年その頃そこまで詳しくない、まあ後からその時代背景は知ったけど、うんですね、だからまあまあそうですね、プロレス、そういう時代から真剣勝負に移り変わる時代の、うん、一つの出来事だったのかな、高田さんのね。でも桜庭はやらないじゃないですか、そういうこと。だから僕英雄なんですよ。やらないっていうか、まあやらない、そうですね、うん、え、特にあの UWF でしたっけ、あの高田がハイキックで KO した試合、北尾戦ね。それ UWF ですか。あれは UWF インターです。あれとかマジ許せないですけどね、あの向こうのちょっと話が飛躍するけど、ね、はい、あれなんで許さないですか。あれだって、うん、あれドローで終わるかなんかの約束でしたよね。いや、そうなんです、うん、それを皆さんね、急にハイキックやって失神させて高田が、うん、KO だかって、あ、いや、いい、素晴らしい反応ですね俺、はい、いや、それね、はい、で北尾からしても負けた方も言えないわけですよ、これ八百長で、うん、お前ふざけんなって、うん、だから力道さんもそうですよね、うん、木村正彦でしたっけ、うん、それで急にガチ仕掛けて、それはないって人としていやマジで卑怯、うん、いやでもそれが、はい、グレーゾーンの格闘技の恐ろしさなんですよね。あの時北尾はごねたんですよ。本当は無制限一本勝負でやるっていう話だったんだけど、はい、要はそこでね、いわゆる勝ち負けの折り合いがつかなかったんでしょうね。はいはい、なるほど。で、急遽面白いな、こんな話、いいですね。本当だったらね、はい、あの北尾が負けなきゃなんないっていう流れだったんですね、はい、おそらくね、はい、でも北尾さんがごねて、でも北尾さんがごね、あの出なかったら興行が成立しないから、はい、設置案として5分5ラウンド3分ラウンドかもしれませんけど、ドローというね、今おっしゃって、はい、提示されて、はい、試合が始まったんですけど、はい、北尾さんは蹴りなら何でもいいですよって言ったんですよ。あ、そうやって言ってたんですか。はい、蹴りだったら何でもいいですよ。はい、へぇー。で、ずっと高田さんはローで意識を散らしてて、最後にハイキックで仕留めたんですよ。それ何ラウンドで仕留めたんですか。最初ラウンドの話か。あ、5ラウンドまで行ったんですか。俺ちゃんと見てるんです。ちょっと後で、今あれですけども、最後のシーンだけ見てるけど、マジ胸クソ悪い。だから全部見れば分かるんですよ。確かにグラウンドとかの攻防は真剣勝負じゃない、はい、でも打撃はかなり本気というか、かなり真剣というか。いやでもそれ北尾さんもね、ハイキックをガチで来いとは言ってないと思う。それってローキックに関しては大丈夫ってことでしょ。でも結構 UWF 系の試合っていうのはそういう試合多いんですよ。例えばリングスとか、まあ、ユインターもそうですけども、はい、試合は、ね、ある決まってる試合もあるし、はい、決まってない試合もあるんですよ、はい、UWF って、はい、決まってる試合の中で間違ってっていう言い方変ですけども、はい、勢い余って入っちゃったら、はい、勝敗はひっくり返るっていうのがよくあったんです。そういう中の勝負だから、はい、緊張感も出るし、技術は真剣に学ばなきゃなんない。どうせプロレスだから決まってるでしょっていうふうに、余裕で上がってる選手っていうのは本当やられちゃうんですよね。説明うまいですね。うまいですか。ちょっと納得してしまってるじゃん。だから北尾さんはだからあれはね、はい、納得してるんですよ、おそらく。ただ唯一抗議したのは、あのシーンが何度でも映像で使われるから、はい、それはちょっともう控えてくれみたいなこと言ったとか言わないっていう話は聞きましたね。いや俺だったら許せんけどな。それマジですか。でも蹴りは OK みたいなこと言ったのって。だからこれに近い試合で言えばね、久保選手と柴田の試合。ああまあね、うん、はい、もしかしたらそこに近いのかもしれないしですけど。まあね、確かにね、うん、ただ蹴りは何でもいいですっていう、うん、それ北尾側が言ってるんですか。そうやって言われたって。まあそこが定説になってますね。定説でも北尾側に聞いたら。でもそれが何が起こるか分かんないのがプロレスですよ、はい、それは単なる全てが決まってる戦いじゃないっていう。でもあんな気持ち弱いやつが高田、あんな逆にそんなことやられたらもうビビりまくると思うんですよ。ビビまくってなるんですか。いや、そんなこと急にガチ仕掛けられたらもうやめてやめてってなると思うんですよ。高田さんですか。はい、いや、そんどうなん。でもいやだから弱い相手で勝てると踏んでるから思いっきりハイキックできるんですよ。
いやーでも怖いと思いますよやっぱり。いやヒョードル相手にそれで やってたと思います。ヒョードル相手には分かんないけど絶対やってない。いやヒョードル相手にハイキックをガチで仕掛けれると思います。ローキックスラッシュボクってまずヒョードルがそういう試合を受けないいやそうですけどヒョードルはハイキックいいですみたいなこと言わない。いやもうそれもしハイキックガチのハイキック空振りでもやっぱやられる方は分かるんですから、うん、こいつやってきたなってなって殺されてると思いますよ。だから高田はヒョードルには絶対やらんまあ、結構ね、短い時間なんで UWF の説明は難しいですけども、まあ、でもちょっと、まあ、UWF のその話で分かったんですけど、うん、でも高田のね、そう、嫌いなところが、うん、気持ちがとにかく弱いんですよ。今のね、MMA 見てる人はね、僕は考えられへんと思うけどね、ボブチャンチン戦、これはガチでやったんですけど、うん、パウンドで怖いっていう理由でタップしましたからね。わかんないです、僕、高田さんの気持ちが分から弱いって分からない。いやいやいや、怖いっていう理由でタップしてるんで、パウンドで。何にも別に聞いてもないし、だからまずパウンドでタップする時点で僕はもうファイターとして認めてません。なるほど。あれタップしたりとか、あとね、もうマイク・ベルナルド戦とか、うん、ミルコ・クロコップ戦とかみんな見て、ひどいよ、うん、マジでひどかった。マイク・ベルナルド戦は、怪我をしてまともに戦えない状態だったんだけど、はい、肩持ちますね。いや、それでも大晦日のテレビ中継のために出てくださいって言われて、はいはい、出たんですけども、はい、ベルナルドも MM やったことないからずっと見合っちゃったっていうね。あれを決めれないってもうひどいっすけどね、うん、今まで何やってたのって。あれはだから本当に変な話、無気力試合っていうか本当興行テレビのための試合っていう感じですね、はい、あれを決めだって MM やったこともないベルナルド、うん、普通簡単にテイクダウンして寝技何年もやってるならだからね、そもそもそう高田は MMA が好きじゃないんですよ。そうこれを言いたかったっす。だからいいこと言います、はい、MMA 好きじゃないけどもジャンルを背負わされちゃったんですよ高田さんがやることによって。菊村戦も正直やりたくなかったと思う。まあやりたくなかったでしょうね、うん、でもいろいろな、ね、お金とか、はい、いろいろな問題があって やらざるを得なかったからこそ今のまあねジャンルがあるう、まあね、そうかもね。好きじゃないのは絶対そうと思う、うん、好きだったらあそこまで技術が分からんってことないとも突き詰めるって。でも前高田さん本当に格闘技が好きで、はい、真剣勝負に憧れがあったんです、はい、うん、ただその割には年を取りすぎちゃったんですよね。本当に格闘技、真剣勝負やってみたいっていう思いから、はい、新日本から UWF に入り、はいはいはい、ちゃんと技術を磨き、やっぱあの北をハイキックできる技術っていうのは、やっぱ蹴りは結構重いイメージはある、うん、確かに、うん、ローキックとか入れば、うん、はい、やっぱりただ寝技に関しては、ね、昔は後輩が下になった亀の状態でスタートするような、はいはい、充実の流れがない。弱いやつにはめちゃめちゃ強そう。新弟子の弱いやつとかめちゃくちゃやってそう。それは昔のプロレス道場がありかなかったので仕方ないんですけど、真剣勝負の憧れあったから最終的に引き損戦に踏み出したっていうところがあるから、格闘嫌いなわけじゃないんですよね。ただいろいろなものを背負いすぎちゃってるところはあったんじゃないかな。説明うまいな。でもいいっすねこの対談僕がただ高田の悪口言うだけじゃなくてはいはい、はい、ちゃんと、ね、はい、高田側の意見を言ってくれるジャンさんがいやこれすごいいいと思います、はい、僕は高田さん大好きです、はい、マジ好きですか。好きですよ。いろいろ好きですけども、ダメだなと思うところもありますよ。だって素人丸出しだった。格闘技の解説とかも全部誰かに振って良かった時もあるんですよ高田さんの解説は。そのにやかしじゃないですけども、はい、絶叫系の解説がだから雷神になってから技術やり始めちゃったからあの人、はい、自分でも技術解説し始めちゃったんですよ。それが良くなかった、はい、ただ驚いてりゃいいのに。柔術始めてたって、ヒクソン戦の前じゃ何やってたのその時柔術ずっと習ってみようと習う相手の対策として当時はマジひどかったっすよね。柔術取られたりするのも当時柔術を習う場所がなかったんですよね。ああ、遠征井上さんぐらい。回答が毎回返ってくるな。高田川の桜庭さんが、そっか、桜庭さんがカールス・ニュートンでやった時に、はい、三角捉えかけて逃げたっていうのは遠征さんと練習してた影響がすごい強いっていう。あ、そっか。でも確かに柔術道場自体がなかったのか、あの頃。ないんです。で、あ、なるほど。そっかそっか。遠征さんからするとヘビー級の選手と練習できるのはインターがちょうどよかったから、はい、そこで技術交流したんですよね。そこで柔術のあのテクニックが有形に流れていってっていう。なるほど。あ、でもそれ考えたらちょっとかわいそうでもあると。ヒクソン戦ただ高田さんの場合はもう本当大物になりすぎちゃって、はい、一から柔術を学ぶっていうような余裕がなかったんですよ、はい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 、だからわざわざヒクソンと引き分けた男を呼んだけども、はい、そこまで練習うまく練習もできずで、今ようやく裸になって柔術を始めてるっていうね、はい。だから朝倉めくるみたいな状態ですよね、多分恐らく。その時は。じゃあ、まあ、冗談の時で、負けれない戦いになってるんでしょうね、その教えをこうことができないというか、はい、状況だったんでしょうね、おそらく。うん、
うん、でもそのスパーリングパートナー呼んでたんですね。ヒクソン敵は。ただ呼んだんだけど、そのアドバイスが何もするなって言われたの。ヒクソンって。それは多分ね、子供みたいに弱かったからと思うんですよ。とか、だからもう今更もう無理だと。とにかく防げってことじゃないですか、多分試合だったら。まあ、それでちょっと絶望したところあるかもしれないですけどね。マジひどかったもんな、今見てもあの技術のなさ。簡単に決められすぎ。いやでも今となってみれば僕は思うのはやっぱりプロレスのキャッチレスリングと柔術のいろいろ違いっていうのがあったのかな。でもなんで桜庭はあんな強いんでしょうね。すごいっすよ、めちゃめちゃ好きなんですよ。でレスリングがあったのに加えてそこの遠征井上さんとの出会いがあり、はい、あとユインターはね、ムエタイのコーチがいたっていうところがあったんで、ああ打撃もね結構できてますもんね。だから結構トータルファイターとしてもね強さがあったっていうところがありました。桜庭マジですごいし、あ僕それでもうちょっとだけ高田の話ですか、高田さんの悪口、はい、もう高田の、これ言っていいのか知らないですけど、はい、桜庭の金を搾取しまくったでしょ。俺許せない。それはそれもねどうなのか、まあこんなことなんかさっきから高田さんの擁護ばっかりしてる感じですけども、はい、だって高田道場時代に、うん、これ関係者から聞いたんです、うん、桜庭がファイト前のプライドからね相当長くもらったんですけど、うん、それもほぼ高田信彦に搾取されてたと、うんうん、なるほど。だから正直今プロレスで、まあ、プロレスが好きなのもあるんでしょうけど桜庭さん、うんうん、結構お金が苦しくてやってる部分もあると思うんですよね、うん、いつまでも戦い続けてるじゃないですか、うん、結構体も壊れてきてるのに、うんうん、もうなんかもうかわいそうマジで。いやプロレスは好きなんでしょうけどその、うん、今の状況がね、うん、搾取か。でもそれでも有名な話じゃないですか、ジンギスカン屋とか開いて結構すごい安い給料で若手と働かせたりして、でも結局あのピカと同じですよ、みんな離れていってますよね。あの当時っていうのはその事務経営のやり方っていうのはすごく難しい時代だったような気がしますね。当時その今みたいに例えば大沢さんと例を出すのは変ですけど、はい、大沢さんのところにいろいろ選手がいるけども、はい、選手にファイト前に行きますよね、はい、団体から。僕ちょっと分かんないその状態、まあ、普通はそうです、はいはい、昔ってまず高田道場に入ってから分配されるみたいな結構雑なシステムだったと思うんですよ昔。まあそんなんがなかったからね、多分ね今までで、うん、その時、はい、なかったし、うん、高田さんがやってたっていうわけでもないと思うんですけどね。なんか、うん、でもおそらく相当搾取されてますよね。搾取っていう言い方が悪いですか、搾取って。それは高田さんなのかどうかがわからない、ね、でも桜庭が給料制だったはずですけどね。給料制ですですよね、はい、だからファイト前、僕詳しいでしょ。だからそうなんですよ、給料制なんですよ、はい、うん、だからそこでそういったしきたりというかルールの下でやってたんだけども、でもね、あまりにもそのじゃあプライドから払われてるやつとか、はい、例えばその小川さんとか吉田さんの額を聞いて、はい、桜庭さんがびっくりしてどうなんだろうなと思ってもおかしくないし、今みたいにビジネス的に、はい、あのなんだろうな、ちゃんと整えられてなかった時代。吉本って吉本興業所属だったんですけど、はい、もう辞めたんですけど、はい、例えばテレビ出るじゃないですか、うん、でギャラがいくらかは本人分かんないんですよ。テレビ局が吉本に振り込んで、はい、でそれ何パーセントかを芸人に払うんですよ、うん、で実際のギャラがいくらだったか分かんないですよ、うん、高田も同じことやってますね、吉本興業ですね。だって知らせてないと思うんですよ、そのいくらだったかって。うん、まあ、じゃあさ、ちょっと言わせてください。でも桜庭からしたらね、うん、自分はガチでいろんな競合と戦っといて、はい、片やその師匠が八百長リングでやってめちゃくちゃいますね。で試合実際ガチの試合やったかと思ったら怖いっていう理由でパウンドでタップとかしてる様子見て、でそれでファイトマネー取られまくって、こっちは給料制ですって安い給料もらって、そらムカつくっすよ。もう今絶縁してるじゃないですか、そらムカつくって。絶縁はしてないんじゃないですかね。マジですか。いやしてるでしょ。いやしてないはず。あの仲がいいわけじゃないけども、でもあの時はね本当にねその給料制、はい、大体給料制ってのもおかしいじゃないですか今考え。おかしいですよね。でもあの時の時代ってのはその時代の流れの中であったことだから、うん、そこでうまくコミュニだから多分ねあそこで高田道場の中にちゃんと仕切れる人がいたのかもしれないんだけど、はい、その人がちゃんと仕切ってればああなんなかったんじゃないかなっていう気がしますけどね。でも現に離れてますよね。だからそうそれもういろんな若手誰もいなくなったんですよね、うん、高田の周りに、うん、それは事実ですよね、うん、それでもまあ金の面だけか分からんけども、うん、なんかがあったからじゃないんですかっていうね、うん、まあだからやり方っていうのが難しかったんでしょうね。プロファイターを所属させて、はい、あの給料払ってやっていくっていうやり方っていうのがなかなか難しいちょっとし、高田博士のジャンさんに聞きたいんですけど、はい、うん、でもこれねあの、まあ、今の人は分かんないでしょうけど、あのちょっと待って、僕決して作詞とか擁護したわけじゃないです。ああ、うん、
桜庭がね、ちょっとプライドの英雄だったんですけど、ある日突然あの発表もされてない中、はい、高田信彦も知らん中ヒールオーズに参戦したんですよ、うん、はい、しましたね。で、はい、涙流してました桜庭がね、リングの上でマスクかぶって。僕覚えてるんですよね。涙流したかな。泣いてたと思うけどな、うん、なんかモノノフ中のモノノフが参戦しますって前田明が発表して、はい、でリングインして、はい、マスクかぶって泣いてたと思うんです。なんかちゃんと喋れてなかった気がするんです、うん、で、それを見た高田信彦が、うんうん、もうタイミングがあると、これはもう永遠、何だったっけ、永遠に仲直りすることはできないみたいなこと言いましたよね、うん、あれってなんでああなったんですよ、ヒーローって。でも、まあ、高田にもうものすごく不満があるからですよね。まあいろんなものが積み重なった、それ分かんないですか、つまり積み重ねですかね、積み重ねです。あれ結構あれ衝撃的だったさ、あの当時の格闘技ファンからしたら、うん、桜庭がヒーローズ出んのっていう、うん、ですね、高田めっちゃ怒ってたもん、あの時、うん、まあ、タイミングがねいうとこなんでしょうけど、タイミングというか、でもやっぱりもう許せなかったんですよ。それでも詳細分かんないんですよ。なんでヒーローズに行ったかって結構格闘技ファンからしたら謎なんですよね。あの時だからプライド武士道グランプリに桜庭和志が出るか出ないかっていうのがあったんですよ、はい、確か、はい、そんな、そうでしたっけ。いや、武士道は中継領域に特化して、ああ、そっかそっか、はい、あのいわゆるゴミ選手とかのライト級とウェルター級の一つでやっていくっていう中で、はい、桜庭和志は確かウェルター級のグランプリに出る出ないって話があったんですよ、はい、でもそれどころじゃなくなってヒーローズに移籍するっていう話は業界中に確認して、はい、それを説得するしないっていうのはありましたけど、はい、やっぱり離脱した理由っていうのはやっぱ今のままのプライドでは居場所がないっていうのがあったんじゃないですかね。確か桜庭さんは独立したんですよね、はい、その前に高田ラフターセブン、ラフターセブンの前に独立してるんですよ、はい、へえ、あ、卒業っていう形で、卒業というか、まあ、それは休業制にされてるからね、それはするでしょうね、うん、という中で、はい、まあ、環境を整える、変えるというか、はい、そういうところはあったんじゃないかなっていうのはありますけどね。まあ、もちろん谷川さんとか、はい、うん、あのが勧誘したっていうのもあるんでしょうけどね。でもやっぱ桜庭の気持ち考えたらもう許せないと、本当にマジ、そう、それがでも大きい怒りの一つです。その八百長もそうなんですけど、僕桜庭和志大好きなんですよ。でもヒーローズに移ってから結構ひどい目になってますよ。ひどい目になっても本当に殺されかけた試合ありましたよね、炭の、ね、あれもね、あれみんな信じられへんと思うけど失神してんのに続けさせましたもんね、うん、そうなんです、桜庭に勝たせるために、はい、てか確かに。でも今の時代それはもう絶対ありえないじゃないですか、はい、あの時ってやっぱかなんか特に正直 K1 ヒーローズ側が ひどかったと思う。スター選手に勝たせようって意識が、うん、それはねプライドもね、まあまあまあ、まあ、吉田シティフ対ジェームス・トンプソンも確か、あ、まあでもあれは吉田さんがもうヘロヘロになってるんだけど、確かにね、なんか腎臓不全かなんか、腎臓かなんか壊しましたよ、あの試合でね、あ、吉田秀彦、あ、そうですね、確かそうです、詳しいでしょ、僕、はい、好きなんですよ、高田信彦より格闘技好きそうでしょめっちゃ好きなんですよ、僕ありましたね、はい、桜庭のその試合、その衝撃的だったヒーローズのね、でもやっぱプライドで、はい、あの体重差ある中、うん、しかもギャラは全部高田に取られて給料制でやってた時、うん、あの時のダメージですよ、うん、まあ、あの時も階級がなかったんですからね、そういうのはいろいろあるんですよ、ね、桜庭で本来ね、皆さんね、83身ミドル級戦うべきファイターだったり体重で、今ウィルターでも良かったかもしれないですね、うん、でも93とヘビーしかなくって、うん、もう無理やり93に合わせて無理やりね体重増やしてやって、昔はみんな体重ヘビー級っていうかね、なかったからそれに合わせるしかなかったです。だって70ですらあんまりなかったです、ね、そうっすよね、うん、そうなんですよね、やっぱりスターがいないと階級が作られないっていう、で93キロ以下で84とかで軽量パスしたんじゃないかな、桜庭、うん、バンダレーシーバー戦、うん、特に2回目だったと思うね、バンダレーシーバー93キロでパスして、次の日にはもうたっぷり体重増やして、なおかつ実っててたっぷり実っててそうで、当日はもう20キロぐらい体重差ある中戦って、それでもいい試合だった時は桜庭勝英雄です、皆さん、うんうん、あれは、まあ、当時は競技じゃなかったんですね、まだね、はい、うん、当時はそういう中でいろんなアクシデントっていうか、今考えるとちょっと浮上なんかどうなのっていうものが起きてたっていう、でそういうの起こるのはいいんだけど、はい、まあっていうね、ちょっと中立でめっちゃいいな、僕みたいに熱でも僕も熱くなるのは好きだからなんですよはいはいはい、わかりますよ、はい、ですよ、僕も別に擁護して、高田さん擁護したわけじゃないですよ、はいはい、別に、でもその冷静な意見もすごいいいし、こういういいっすね、僕が例えば悪口よりマジでいいと思います、はい、じゃあ怒ってるそばでそれはこういう理由がありますよって、はい、言い続けますよ、でも最後質問コーナー一つの質問ですすごいな、いやもうこんなに長く聞かれる、はい、高田の話だけしっかりしたかった、ジェフさんお疲れ様です。おお疲れ。細川君、お前シトルリンとアルギニンって知ってるか？あ、よく知ってますよ俺。マジで？はい。年齢とともに決定。お前どうしたら一回？
当たり前だろ、その目上の人に。年齢とともに減っていく、うん、すごく大事なアミノ酸で、うん、そう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 、はい、分かってるね。ストルリンとかメロン 1.3 個、キュウリ54個とか、キュウリ54個無理や。アルギニンが1パック4つとか、うんうん、食事からだけ取ろうとするとなかなか難しい、はい、よく分かってるな。ちょっと本当に知ってました。分かってるよ、もちろん。俺はだからその、はい、体疲れやすい人とかお酒飲む人にすごいおすすめしてる。あ、めちゃめちゃいいやぞ。え、それやっぱり生物的に強くても疲れたりするんですかね。まあ、お前は多分難しいけど、はい、生物的に弱いから、はい、でな、やっぱり、はい、細川君、もう一個あるよ、はい、この方が。何ですか。下にも効くのよ。よかった。質問失礼します。もしもジョビンさんが雷神に出れるなら斉藤さん視点からのストーリーを聞きたいです。こんなに難しいですね。ストーリーそんなんないですよね。何キロですか今。今82.3あります。ということは真剣に落とせばバンタムに行けるんですか。でも多分今主演しろって言われたらライトでしょうけど、でもライトなんですか。多分ちゃんとトレーニングしたら普通にフェザーに落ちると思うんですけどね。フェザーですか。はい、普通にやった。だって現役の最後の頃僕76ぐらいあったんですよ。でフェザーに落としてたんで、今週に1回の運動で節制してなくてこれなんで、多分節制したら普通に75ぐらいになると思うんですよね。じゃあ萩原恭平さんとやっていただくのもいいんじゃないですか。萩原でもバンタムに落とす。いやだからそれをやめろって、行くなって。フェザーで 俺を超えて返してくれ。萩原は美味しいですね。ひどいこと言ってるな。美味しいっていうか、でも美味しくないか、逆に勝手当たり前みたいな感じ。やっぱ正直負けてしまってるから彼が。いい選手なんですけどね。うん、ねなんかちょっと どうなんですかね、バンタムに落とすのはね。なかなか。OK、まあじゃあ、はい、フェザーで萩原がいいんじゃないかっていう。怒られるかな、こんなこと言うと。いや、別にそれでいいじゃないですか。あと、ちょっとこれ一回無視したんですけど、一応読むだけ読みます。これ無視でもいいんで、はいはい。好きな女の子に振られたらどうやってメンタル回復しますか。お酒飲んで記憶失って女の子に気ぶたがられた次の日はどうやってメンタル回復しますか。知らないですよ、そんなの。どうするんですか。痛いやつが混ざってる一人、僕のメンバーシップに。どうするんですか。いや、どうもしません。これ無視でいいと思う。あ、無視ね、無視します。ジャンさん、すいません。結婚ってしてるんですか。してますよ。これ別に言っていいんですよ。全然いいですよ。子供もいるんですか。います、います。そこは仲間じゃなかったな。まだ若いじゃないですか。ジャンさん、今何歳ですか。もう48ですよ。僕と10個違いですよ。僕38なんですよ。あ、じゃあ全然まだ。何年前に結婚されたんですか。結婚は何十年前じゃないですか。あ、じゃあ僕ぐらいに、あ、僕も今年ちょうど結婚しようと思ってるんで、ちょうどいいですね。頑張ってください。わかりました。あ、結婚してたんですね。 OK、はい、次の質問いきます。ジャン斉藤さん目線でライジンに出てほしい選手を聞いてほしいです。男子女子でもどちらでも大丈夫です。日本人ファイターで聞きたいです。すごい雑な質問ですね。でも今でもライジンの出場のハードル自体がそんなに、はい、まあね、高くないから、はい、出てほしい選手ってなかなかいないですよね。そんなに、例えばみんな出ますもんね、普通にちょっと活躍って、はいはいはい、だから誰っていうのはないんじゃないですかね。あんまりパッと思い浮かばないですか。まだ課題があるとすれば女子の階級どうするかぐらいじゃないですか。全然回ってないですもんね。なんとか成果っているんですよね今。しげた、パラス、ブラックベルトジャパンのなんかこの前見た、はいはいはい、ね、あれ強いですかね。そうですね、なんかストロー級で大丈夫言ってましたけど、なかなか女子が、ね、ストーリーがなかなか難しいから。好きですか女子格闘技。いや好きですよ。結構好きなイメージある。なんか取り上げてますよね。取り上げてるっていうかみんな全部好きですよ。僕好きじゃないんですよね。なんでですか。女が戦ってる意味が分かんない。結構昔の世代の人そうですよね。だって10年前とか嫌やろ、その言い方。そういう人いっぱいいましたもんね。いやだって単純にね、ごめんなさい、うん、高いレベルの戦いが見たいじゃないですか、はいはい、まあそれだったらじゃあ UFC 見ろってことかもしれんけど、うんうん、日本人の高いレベルの戦いが見たいですよ僕は。結構最近レベル高くなってますよ、JS とか。まあね、でもなんか燃える。まあでも伊沢聖火は面白い、うん、確かにあそこまでレベル高かったら、うん、伊沢さん相手いないですもんね。あ、そう、相手がいないですからね、うん、だからもう、うん、そう、伊沢聖火みたいなのが何人か現れたら面白いかもしれない、僕の中でも、うん、もう一周してるし、まあレイナ対伊沢聖火はいいかもしれないですけどね、うん、それ以外も思いつかんもんな、うん、なかなかね、女子は一時期盛り上がってたのに、ね、もうちょっとストーリーがね、ストーリーが難しいですよね、うん、それ出てほしい選手はじゃあいない。いないって言うと本当怒られちゃうんですけどね。あ、まあまあ、うん、まあでも みんなが見たいと思う選手、みんな普通に雷神とかね、はい、UFC とか出ます。 UFC っていうか出ます ね、 そうですね、はい、OK、じゃあ次いきます、はい、ジャンさん視点からのジョビンさんの総評を忖度なしで知りたいです。見てないから分かんないんだよな。なんで見てくれないんですか。普通取材するときに見るでしょ、まず一旦軽くでも。そうですね、そういえばおっしゃる通りですね。
まあまあでもいいです、うん、ないんですよ、そういうの。でもなんか、はい、口でいろいろごまかしてるじゃないですけどごまかしてる。僕、喋り方って重要だなと思ってます。はいはい、大したことないっていうのは失礼なんですけども、そんなになんか中身のあること言ってなくても喋り方でなんとかなるなっていうのがあって、雰囲気とかそこってすごい重要。僕じゃあ詐欺師的な、詐欺師的じゃなくても でもそれでやっぱでもそれ知性がないと、はい、説得力って生まれない。バカじゃないでしょ僕。えバカじゃないでしょ。バカじゃないと思いますよ、はい、だって前田明さんの喋り方とか、はい、すごいいいと思います。なるほど。なんかすごいこと言ってるんじゃないかなっていうふうに。まあね、ハマキがまずそう思わさせますしね、うん、なんか、うん、堂々とした感じが、うん、ジョミンさんもそういう部分ではいいですか。いいと思います。説得力あるから、あのなんか、はい、すごい適当だけどいい意味でどうでもいいこと喋ってるなっていう感じがあるんじゃないですかね。何か相当な悪口はな、軽く食べれるっていう、軽く聞けるっていうか。なるほど、うん、あるんじゃないですかね。わかりました。そんなもんですか、はい、どんどんいきます、はい。ジョビンさんが語っているキャリアの積み方、かっこ UFC 行くのはライジンで有名になってからでも遅くないよ、ザンさん版で聞きたいです。お、団体ごとの契約等も詳しそうなので興味があります、うんうん、これ僕がそう、はい、今はもうライジンが恵まれてるから、うん、スポンサーね、はい、もう見つかるし、まずライジンで UFC でチャンピオンになりたいんだったら、はい、ライジンでチャンピオンに、あの UFC でチャンピオンになれるならライジンでもチャンピオンになれるわけやし、うん、まずはライジンに行ったらって、今のこんな恵まれてる環境だったらって、うんうん、冬の時代直面したから思うんですよ。って言ってるんですけど、それどう思いますかっていう。あ、でも格闘家としてやっていきたいんだったらライジン出るっていうのは大正解ですよね。ね、うん、そこは。でも今って UFC って、はい、もうあのなんだ、準メジャーで活躍しても取ってくんないなってるから、へえ、それはだからあんまり先のことは考えない。考えるんだったらね、そのなんだろうな、ロードトゥ UFC とか、はい、ダナファイトコンテンダーシリーズとか、はい、そっちを目指すべきなんですけども、はい、っていうことですかね。ライジンで活躍したから UFC 行けるかっていうと、はい、難しいんじゃないですかね今。だからそれは他のところもそうだと思います。まあまあまあ、でも朝倉海とかだと出れそうじゃないですか、このまま負けなかった。ただマネルケープとかもそうだし、マネルケープの時とはちょっと状況は違うと思います。ああそうですかね、うん、あの時はまだ他の団体の選手取ったと思うんですけども、今はなかなかより厳しいですか。厳しいと思いますね。でもとりあえずライジン目指したらいいと思うんで。あ、そうですね、格闘家として食って、はい、とか環境とか整えたいんだったら、はい、まあ分かりやすいですね一番 ね生活するのももちろん生活費とかも大事じゃないですか。その金だけじゃないけど、そうですね、食っていけんと。だって海外のマイナーな団体出たって、うん、食っていけへんって、よっぽど活躍せんと、うん、まずはライジンでいいんじゃない。なんですかね、 UFC ってどれくらいスポンサーと遊ぶものなんですかね。そこら辺はちょっと見えないですね。でもライジン人気があるから UFC も今だったらある程度スポンサー集まりそうですけどね、日本人ファイターが出るってなったら、うんうん、UFC のファイトマネーだけじゃ難しいで。 UFC でも結構なかなか大変ですよね。だって年間2試合で1万、まあ、よくて1万5千、3万ぐらいですか、はい、そうですね、3万ドルか、はい、2つ買ったとして6万ドル、はい、1千万いかないか、はい、なかなか大変ですよね。大変ですよね、まあ、じゃあとりあえずライジンでいいと思うんですけど、まあ、そこはジャンさんもじゃあ同じで。あ、でもまあまあローズ UFC でもいいんじゃないですかね、どっちでも、うん、今簡単に出れないじゃないですか、ね、ライジンも。まあね、チャンスがあるんだったらあんまり深く考えないで。いや、マジでチャンピオンに なれたりとか UFC で活躍できる実力があるんだったらいいですけどね。あ、思うのはやっぱりあんまりこだわらない方がいいですよね。 UFC じゃなきゃダメだとか、はいはいはい、ライジンじゃなきゃダメだとか、目の前の何かいいオファーがあったらまあね、どんどん食いついていった方がいいんじゃないかなっていう気はしますけど。確かに。それでちょっと迷っちゃったりとか時間を失っちゃってる選手がいるのかなっていう気がします。はい、終わりました。ちょっと、はい、じゃあ次いきます、はい。日本人選手が多数活躍されている WWE はなぜ日本では一部のファンしか知らない存在になってしまっていると思うのかを聞いていただきたいです。なんですかそれ。いや、そんなことないんじゃないですか。 WWE は今めっちゃ盛り上がってるっすね、アメリカで。ずっと盛り上がってますよアメリカで、うん。なんでハッスルはこうなりなかったの。ああ、いや、その WWE 的には小的なプロレスですか。はい、ハッスルもそうやろうとしたんですよね。うん、まあ、日本人にはなかなか合わないってことじゃないですかね、ああいう小的なものっていうのは。うん、で、僕この人の言ってること分かるんですけどね、僕も一部のファンとかあんまり入ってこない情報が、うん、WWE の、うん、まあ、あれはアメリカに向けてやってるものだからじゃないですかね。日本に向けては、まあ、まあ、日本人選手が見てるから見てるけど、まあまあ、じゃないですかね。中村慎介って今トップなんですか。まあ、トップはトップです。いいっすよね。あと佐々木ウルカもノア出てるんでしたっけ。あ、出てます。めっちゃいいと思うプロレス。あ、見たんですか。
あのチラッとその流れてくるんで、チラッと見てる、いやそのそのチラッとは見てないけど、でも佐々木ウルフが僕別に MMA が全てと思ってないね、人生の、はいはいはい、佐々木ウルフはプロレスラーとしてめっちゃなんか中村慎介っぽいじゃないですか、雰囲気的に。まさしくすごいですね、見るのありますね、はい、で見た目もいいし俺めっちゃいいと思う、うん、あの、ま、今年の新人賞は間違いないです。あ、マジですか、そんなに活躍してるんですか。下手したらあのもっと評上の賞を取れてもおかしくないぐらい。へぇ、めちゃくちゃ合ってますね。ここ20年ぐらいに格闘家からプロレスに転向したの選手の中では一番すごいし。そんなにですか、うん、あの格闘家が転向するとあんまりいいイメージないんですよ、はいはい、格闘技っぽい動きをしちゃうっていう。確かそれで成功、ね、青木真也なんか大失敗ですし、プロレスの誰も言ってないですよ、僕は何も言ってないですけどね。見てるやついるんですか、青木真也のプロレスが好きってやつ僕見たことないですよね。見ます、え、見てます、なんすか、やりましょうよそれ。いやいや見てます、いや僕は聞いたことない。見てますよ、昨日の試合見ましたよ僕ちゃんと。マジで見てるんですか。見てますよ、別にいい、好きか嫌いかも、はいはい、うん、でも青木さんの場合は、はい、やっぱ格闘技なんですよね、はい、スタイルなんですよね、うん、でも佐々木優香の場合はあのそれを格闘技のバックボーンを生かしつつちゃんとプロレスの試合をやってるのがすごいし、いいっすね。じゃあなんであのね、プロレスに転向した時はちょっとネガティブな、はい、反応もあったんですけども、僕めっちゃいいと思う、マジでめちゃくちゃ活躍してるので。てか、はい、あと稼げるもんなんですか、プロレスラーって。 MMA よりライジンより稼げるんかな。それは選手次第でしょ。でも稼げそうな気がする、このままいた先よりも、うん、あ、めちゃくちゃ評価が高いんで、ね、試合数も多いからやっぱプロレスって、うん、変な話 WWE とかね、今日はめちゃくちゃ稼げるし、奥とかも稼げるんだ、年収。まあ全然稼げますよ。へえ、じゃあ夢があるっすね。ありますね。 OK、 ちょっとじゃあ次行きます。はい、ジャンキー桜井翔一さんの激ヤバエピソードを知りたいです。あ、僕名前しか知らないです。いわゆる麻雀のね、この人の弟子なんですか。まあ弟子です、麻雀の、はいはいはい、すごいんですか。すごいですね。説明しても分かりづらいんですよね、これが。まだ朝倉みくるちゃんみたいな麻雀界のちょっとそれまた違うんですよね。エピソード、まあ麻雀に分かる人だけに言うと、はい、麻雀の大会があるんですよ、はい、30人参加の大会、はい、みんなバラバラで4人、マージャン分かります、まあ、もう なんとなく、はい、で1つの卓に4人ずつ入れて、はいはいはい、やるじゃないですか、はい、でマージャンの大会があって、まあ3まあ、28人参加とします、はい、そうなると7つぐらいの卓に分かれてやって、はい、1回ごとにメンチ入れ替えますよね、はい、それを5回ぐらいやると、はい、その時にジャンキーは今日は俺は5位になるって言うんです、はい、そうすると5位になるんですよね。そこをもうコントロールできるんですか。だから普通その4人でやって俺が1位になるんだって、はいはい、まあまあなんとか分かるじゃないですか、はい、いろんな各地バラバラで卓で打ってるのに相手のポイントとかも分かんないわけじゃないですか、はい、でもちゃんと5位のポイントに。すげえ。これはジャンキーの18番というか、あのいつも言うんですかそれ。じゃあ俺は今回4番だみたいな、まあ、大会の時ですね。今日は俺4位になるからよって言って、なんでそんなこと言うかがまず分からん。1位目指したらいいのに。まあ、でももう遊べるぐらいになってきてるんですね。遊べるぐらい強すぎて。だからそういうことをやれる人が他にいないから。へえ。それこそ八百長じゃないかとか、はい、あの嘘じゃないかっていうような話あるんですけども、はい、実際に宣言した時は必ず面白い。その話になるという。それ何度もやってるんですか。それをまあ気が向いた時ですけど、ね、でもそれ言った時は大体なってるんですか。まあなってですね。普通に1位になることの方がまだ簡単なんですよね。まあまあね、勝てばいいわけだから、はい。え、5位になるって言って5位になるんですか。30人中5位になるとか、はい、他のポイントの兼ね合いもあるから操作できないですよ。すげえな、それ。それ一番分かりやすいかな。え、まだ健在なんですか、桜井さんって。まあ健在っていうか普通にいますよ。何歳ぐらいなんですか。何歳なんですかね、もう70超えてんのかな、うん、へえ、興味深いな。でまだマジャーやってるんですかね。まあまあ やってるんでしょうけど、なんかそこまで真剣にやってないみたいですか。なるほど。 OK、 ちょっと次いきます、はい。ジャンさんから見たジョビンさんやジョビンさんの活動への印象を聞くのは面白いと思います。まあこれさっき聞いたんですよね。はい、あんまりうさんくさいみたいな。うさんくさいっていうか、そのうさんくささがいいと思いますよ。OK です。ジャンさんが今までインタビューした中で、うん、一番頭がいいと思った格闘家を聞いていただけないでしょうか。一番頭がいい、まあ僕になる。じゃあ頭のキレで言ったら、そういうことにしてみましょうか、ね。で2番は、2番頭がいい、パッと思いつかないですね。面白い人だったらいますけどね、それはね。で一番面白かった誰ですか。一番面白かった、難しい、まあ、平本蓮選手も面白いですけど、ね、ああまあね、確かに魅力あるし、うん、
質問しなくてもベラ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 、はい、自分の言葉をしゃべる人は面白いですよね、はい、なるほど。ジョミンさんもそんなタイプですよね。 ありがとうございます。僕は頭がいいか面白いかどっちかでもいいですか。でも結構とかって感性の方が多いからね、はい、なんか頭がいいっていう感じじゃないような気がするけどな。ドミネーターとか頭そうね、とかドミネーターさんかなんかね、頭のキレが良さそうです。会話してる、はいはいはい、そうですね、ドミさんですね、ね、うん、そういう人はなかなかいないかもしれないですね。はい、OK です。今面白い回答した。いやいやいや面白いです。じゃ次いきます。格闘技とは関係ないのですが、ザンさんは中日の立浪監督は好きですか？中日好きっすよね。ダメっすか？マジで大ファンなんすか？もう大ファン。なんでなんすか？なんで中日なんすか？そんな知りたいですか、そんなこと。一応ちょっと軽く聞きたいです。ああ、いや、まあまあ別に流れですよね。あれ、名古屋でしたっけ、中日って。中日。名古屋出身なんすか？違います。じゃあなんで？なんか生活の張りですよね。何かプロレス格闘以外でも、麻雀でもそうですけど。まあなんか趣味があったら、ね。趣味があった方がいいっていう中で。はい。はい、まあ中日ファンとして活動してるっていう感じですね。へー。で、立浪監督についてはどう思ってるんですか？いや、面白いですよね、うん、いいか悪いかじゃなくて。まあ別にいいんですね。はい、面白い、面白い采配するし。え、ちなみに今年って今何位？あ、まあ始まったばっかりか。え、去年何位だったんですか？最下位です。だからそういう最下位になったのを自虐的に楽しむっていうのが。なるほどなるほど。格闘技をずっと見ていて、ザ・マッチ以降の格闘技はプライド消滅の時と同じような空気感ですか？今の格闘技も大好きだから質問です。あのザ・マッチやんない方が良かったんじゃないかみたいな。おー、面白いこと言いますね。言ってる人いるじゃないですか。ああ、はいはい。僕は全然そう思ってなくて。僕も言った方が良かったと思う、うん、ザ・マッチやんなくてもこうなってたと思うんで、結局。てかまあダメなのが、ダメというか盛り上がってないのがキックだけですけどね、別に、うん、キックがザ・マッチ以降盛り上がらなかったですよね。いや、でもそれは当然で、タケル選手がね、平和やめて、はい、で、那須川選手がボクシング行ったら、はい、いわゆる将軍と天皇は2人いなくなっちゃったもんだから、ね、まあね、こうなるに決まって、確かに、それはそうですよね、うん、だって、この2人が2大スーパースターだったんですから、はい、それはこうなるのは、確かにね、2人と見なくなったらね、だからまあこうなるのは仕方ないと思うし、だからこそね、次のエースっていうか、誰になるのかなっていう。だから言ってもしょうがないけど、あと2、3年早めにやってたらね、ザンマッチを。そしたら、ザンマッチ2もできてたじゃないですか、その、タケルと天心、再戦も別にできたじゃないですか。でも、もうキックの置かれてる状況は結構厳しいっていうか、うん、やっぱり、こういうとね、キックファン怒るかもしれないんだけど、日本のキックだとなかなか今、刺激性が薄いジャンルになって、こんなことお前、キック見てるのかって言われるんですけど。やっぱりお金の、ね、流れとか含めて MMA とか、はい、海外のワンとかもついてるじゃないですか、はい、そこでいろいろ模索してるからこそ、なんかそのなんだっけ、ファイトクラブのああいうオープニングアドロブの試合があったりとか、はい、K1 がああいうことやったりとか、はい、いろいろ壊しながら新しいこと作ってる段階なのかなという気はしますけどね、はい、なんか大きな、すぐ盛り上がるわけじゃないんじゃないですかね。確かに刺激性のあるカードがあんまりないかもしれないですね、今ね、うん、だからなんか企画に走ってるっていうか、3試合もしれないですね。あと僕は1日3試合はもうやめた方がいいと思います。いつまでやってんの、危ないって。でもワンマッチだと引っ張れないじゃないですか、キック今。そんなことないですかね。まあでも、どうなんかな、まあ、見てる方はトーナメントが面白いですかね、1日で。おそらくね、相当危ないですよね、マッチで、うん、そうなんですけどね。それがでも当たり前になってるから、もう K-1 マックスとかあの時から、うん、その方がドラマになってて、まあ、なってるからね。ワンマッチだとなかなか、まあ確かに、でもそれはでも選手があんまいないからじゃないですか、スター選手が。おったら成り立つと思うけど、現状だったらやっぱトーナメントとか、まあ、スター選手はいないわけじゃないんですけどね、まあね、うん、マッチメイクで掛け合わせた時に跳ねるそうですねっていうのは、なんかあんまり僕キックみたいなのがあんまり変なこと言う、ちょっと言い過ぎたかもしれない。あんまり見ないですよね、キック。有名選手の試合は見るんですけど、でも僕が見るっていうことは、はい、いろんな人を見てるんだろうなという感覚ですね、はい、僕も多分同じ感じです。有名な試合だけ見るみたいな。ですよね、はい、うん、そうなんですよ、そこですよね。だからあれですけど、ジョミンさんが見るようなマッチメイク組んでくれっていうことですね。そう、でも正直多分ジャンさんもそうと思うんですけど、昔の K-1 見てたもん。昔とか 3,4 年前とか 2,3 年前の K-1 はある程度見てた。今どんどん見なくなってきてる、俺も、うん、スター選手いなくなってきて、少なくなってきて、うん、だからそれはあれですよね、コージさんのせいですよね。なんですか、浩司さんと平本蓮が、まあね、打ち壊して、だから浩司さんの場合は、浩司社長の場合は他に出てキックボクサーとしてやってくるんだっていうふうに証を示して、はい、確かにね、その影響でかいですよね。平本蓮選手の場合は立ち技の系から
MO に転向してあんだけ成功できるんだっていう、確かにあのムード作っちゃったのはすごい大きいですよね。めっちゃ今増えてきてますもんね、寝技全然わからんキックボクサーの MMA 転向この2人は結構ね、はい、めちゃくちゃ大きいですね。そう、確かにね、雰囲気になっちゃいましたね。確かに OK です。ちょっと、はい、次の質問、あ、はい、シンプルにこれまで見てきた格闘技の試合で一番好きな試合を聞いてほしいです僕これ分かるんですよね、回答なんていうか。なんすか、俺その時々の気分によって会話も変わりますね。でも多分2人で一致してると思うんですよ、俺世代を生きてきてるから。そんなことないと思う。いいですか、会いたくない。多分会うと思うんです。三崎和夫対秋山吉弘、全然違う。そこじゃないですか、あの時の盛り上がり半端じゃなかったっす。あれ三崎が勝った時、はい、一番好きな大会はやれんのかです。あ、やれんのか、どれですか。そうです、三崎和夫対、あ、じゃあそれじゃ、え、ヒョーデルがチェフォーマン、うん、あれがオールタイムベストの本屋です。一緒じゃないですか、一緒じゃないです。中村なんで良かったの。でもあの大会自体ない、試合内容が全部良かったかって言うとそんなことないし。なんでじゃああれなんですか。やっぱあれがプライドがなくなったりする中で、はい、笹原さんたちがなんだろうな、立ち上がった大会ですよね、はい、ドラマ性がありましたね、そこはね。日本格闘技界はまだ終わらないっていう、はい、そうっすね、あれ、はい、確かにあの興行自体が盛り上がったっすね、やることもそうだし、うん、意思表明をして、はい、で次のドリームにつながるんだけど、あまりドリームがうまくいかなかったっていうと、そっかそっか、ドリームの前か、あれは。そうなんです、あ、プライドはなくなったけども、まだ夢の続きが見られるんだっていう。そっか、それでやれんのか、記者会見やってやってましたよね、うん、そしてケガワンとね手を組んだりしてやってて、素晴らしい興行だったんだけども、ドリームはあまりうまくいかずっていうところ流れがね。でもあの興行で一番のやっぱインパクトは誰が考えたって、あの三崎和夫バスの秋山良しですね。もう認めましょう、あの試合じゃない、あの試合じゃない、オールタイムベストの試合はじゃないと思います。まあ高田そうじゃないですか。ああ、でもいやいや、でもそういう回答もやっぱ、でも確かにプロレス記者からしたら、でもあの試合の大きさってすごかったでしょうね。あれがなかったら日本の格闘技の興行的なものはなかった。そう、でもそれで高田が許されてるんですよ、それみんな言うんですよ、高田があの試合がなかったら今の MMA はないみたいな。そう、あれでね、だから許したわけじゃないですけどね。いや、そうやってよく言われるんですよ、僕が高田のこと言ったら、お前とは違うと、高田は歴史を作ったみたいなこと言われるんですよでももっと言っちゃえばね、フラクさんとか鈴木のさんだって、はい、シュートはやってるし、はい、別に高田さんが初めてじゃないんだけど、ね、ね、はい、でもあの試合は大きかったっすよ、確かに。生贄になったっていうどこですかね、ケニエっていう。だってあの入場すごかったんですよ、高田さん。で、なんであいつ入場だけあんなカッコつけるんですか。俺カッコつけるやつ嫌いなんですよ。あの入場はすごい衝撃的で、はい、同じような入場をまた見たくて、ずっと格闘技を見てるようなとこあったんですよ。で、船木ヒクソンでも、あの船木さんが入場するときに、はい、あの感覚があるかなと思ったらなかったんですよね、うん、でもあれ以来高田さんを超える。確かに入場はカッコ、あのフードかぶってね、はい、ガウンでかっこよくないですか俺はどうかと思うけど、だけど入場でカッコつけて、めちゃくちゃいますね。柔術やったこともない状態でリングインしようとしてるのにね、一回もやったことなくて、トレーナーに何もするなって言われてる、むちゃくちゃな状況でリングインしようとしてるけど、入場はまあカッコつけて、なんかいい感じでしたよね。はい、じゃあ次。はい、文筆家青木真也についてどう思うか聞いてほしいです。かっこ以前ジャンさんの生放送で限定してた気がするので、限定っていうか、あのね、青木、僕ね、本当読んでないから文句は言えないんですけど、はいはい、ノートもそんなにね、うん、青木真也さんって、はい、なんだろうな、唯一無二の格闘家ですよね。まあ僕もそう、オリジナルというか、はいはい、そんなオリジナリティ溢れてる人なのに、はい、なんか使う言葉が他人の借り物がめちゃくちゃ多いなっていうのが、うん、そこはちょっと気になるし、いいですね、ジャンさん。あって気持ちいい人やな。だそこの、なんだろう、何か足りない部分を補ってるのかなっていうふうな分析がしましたけどね。他人の、もう一回言ってもらうんですか、他人の言葉を借りて何か使ってるっていう、パクリっていうことですか。パクリっていう、パクリそうじゃないんだけど、うんこ吸ってるとかそうだし、うん、でも俺たちのハンギーだ、あれは青木さんのオリジナルなのかな。あれもパクリだったらしいですね、俺は家族、俺羨ましいだろみたいな、何、はいはい、でしたっけ、家族もいなくなって、はいはい、うんうん、でも俺たちのファミリーだわ、はい、青木さんのオリジナルなんじゃないですかね。そうなんですか、ね、分かんない。でもあれはね、離婚とかいろいろしてて、はい、そういう部分でなんか本音というか、はいはいはい、そういうのが出てきた言葉なのかなと思うし、はい、うん、そういう文筆家としてはちょっと、はい、格闘家としてはオリジナリティがあるのに、要所要所で他人の言葉を持ってパクリ、パクリじゃないですね。いや、パクリと思う。いや、その言葉を翻訳すると僕は思わないですけど、ジャンさんの言葉を翻訳するとパクリっていう言葉。それはなぜそういう風になるのかっていうところは興味深いですね。
なんかプロレスとかにもすごい影響を受けてますよね。影響を受けてる自分を出すっていうのがあるんですよ。自分に寄ってるとか剣道家臣の言葉を出したりとか。あ、うん、それは何かね、その使い方がなんかちょっとうんっていう思う時が、イラッとするってことですか？イラじゃないです。これはどういうことなんだろうなっていう、このボケみたいなことすると、いや、そんな何一つどういうことなのかなっていうことがあって、それは精神、そういう何なんだろうなっていうのは思うことがありますね。僕ちなみに、僕それはいいと思ってるんですよね、うん、なんか引用するのね、なんかそのいろんな人のプロレスラーとか、うん、僕もしますからね、はい、それは僕全然いいと思うな、はいはい、いいと思うけど、うん、なんですか、いや僕もダメって言ったんですよ、はい、なんかもう、はい、そのツイートとかで分かりづらい、なんかもう抽象的な表現とかがマジでもうあれが別にいいじゃないですか、げんなりする、あれは。なんでですか？いや、なんか分かりたいやつが分かればいい、分かるやつが分かればいいみたいなスタンスと思うんですけど、うん、まあそれがツイッター、いや、もっと分かるようにしてよ。じゃあ三分子とか読めない感じですか？三分子ってなんでしょ、いや、まあ、何か、あの、そういうのを行間を読むとか、行間、いや、僕は読めますよ、頭いいから。でも僕は分かりづらくして、あの那須川天心と意気投合してるじゃないですか、2人で2人揃って。いや、でも、まあ、あの2人はやっぱりあの格闘家として突き詰めてる人だから、はい、分かってもらえないっていう心理ってあると思いますよ、どこまで。なんか分かるようにしたらいいんじゃないですか、別に。もっとダイレクトに、あんな2、3行とか1行の文章で分からんようにされたら、もうこっちどうしたらいいの。でも大体分かるじゃないですか、あんなの。分からん、あんなことは本当ですか、全然何言ってるか意味は、俺はあれあれで 味になってるなと思いますけどね。うん、まあね、ナスコー天心が好きだけどな。嫉妬がひどい、2人とも。ああ、だそこが面白いんですよ、那須川天心の場合。マジ嫉妬してライジンが盛り上がってきたらポエムを書きたがる。それは那須川天心でさえ、はい、ボクシングの成功が約束されてる人でさえ、やっぱ自分が育ったライジンがちょっと盛り上がってねえ、嫉妬して。いや、でもそれが面白いし、まあね、青木真也もライジンのこと嫌ってる上には、はい、ね、大好き、それがいいんですよ。まあね、面白い。確かに、まあ、そう、うん、そういう部分もある。僕面白いなと思う部分もあるんですけど、うん、好きですよ。だからいいな、ちょっと器小さいなって思う部分も結構あるなと思ってそうですか。ちょっとあと、じゃあもうほんと少しです。はい、はい、全然、はい、分野問わず格闘技選手でジャンさんが一番インタビューしてみたい人を現役と引退で一人ずつ聞いてみたいです。格闘技選手で、はい、難しいですね、こんな言われたってね。とジャンル、今ですか、はい、今の人ですか。今じゃないですか、引退と現役で。現役と引退で、でもそれだとオファーしますもんね。そうですね、したかったらね、したかったらしてるし。朝倉みくるちゃんはできないですか。いや、前なんかブレイキングダウンの公式本でしましたよ、インタビュー。1年半ぐらい、2年ぐらい前かな、来てるんで。今は、今って YouTube があるから、はい、選手ってインタビュー受ける必要ないと思ってるじゃないですか、はい、正直、はい、でもそんなことはないと思ってるんですけども、はい、あのちゃんとインタビューが何か目的を持って取材する意味っていうのも絶対あるはずなんですけ ど、はい、なるほど、そこは何とかしたいなっていうふうには思ってますね。なるほど。ただ喋れたけじゃなくて、インタビューとしての面白いものを作ってみたいなっていうモチベーションがあります、はい、いいですね、はい、でもじゃあパッと思いつかないと、まあ、してる。そう、まあ誰って、コナー・マクレガーとかにインタビューしたりしたいですけどね。ああ、まあね、実現するんだね。実現するんだね。確かに聞いてみて聞いてみたいです。それはノート絶対買うな。ダナ・ホワイトとか。なるほど、なるほど、まあ、日本人以外だったらね、結構なかなか難しい。あとやっぱりあの最前線にいる人って本音明かさないんですよね、はい、榊原さんとか絶対全部ぶち上げないじゃないですか。ああ、そうかな。10年後20年後ライジンから離れた後に、あの、実はあの時よっていうインタビューをしたいなと。なるほど、思ってます。はい、 OK です。てか今だったら高田信彦とかいいんじゃないですか。高田さん受けないですよ、僕のインタビュー。マジですか、仲間じゃないんですね。いや嫌われてるはずですよ。そんな肩持つからなんか嫌われてるはずですよ、うん、受けないですか、マジで。高田さんね、絶対受けない、はい、あ、そうなんですね、うん、僕も意思疎通、その仲いいんかと思ってました。仲はよくないっていうか、はい、うん、したことないですし、インタビュー。高田さんの本とかも全部持ってるし、好きなんですけども。僕も本当に恥ずかしながらこれ言いたくなかったけど、うん、泣き虫って本持ってるんですよね。あ、面白いですよね。いや、でもあれは肝心な幼鳥の部分に一切触れてない。結局都合のいいことしか書いてないから。泣き虫は触れてますよ。いや、でも具体的に書かないんですよ。そこが気持ち悪かった。なるほど。書くんだったらちゃんと書けと思うし、うん、僕はでもちなみにね、あの時はこういう時代の流れでこういうことやってしまった、悪かったって言ってくれたら、僕はちなみにそんなネチネチ言わないですよそう、人は過ちはありますから。なるほど。それを隠してるじゃないですか隠してるか。伝説のファイターぶって解説的に座ってんのがもう気にならなかった、マジで。それっす。わかりま
ました。言ってくれたらよかったんですよ。すみません、またスイッチ入っちゃった。はい、いいです。今の時代に高野信彦でスイッチ入る人はなかなかいない。今から MMA に来たら間に合うってプロレスラーがいたら教えてほしいです。今からまあそんな時代じゃないですもんね。ない、そんな時代じゃないですね。別ジャンルですからね、完全にね。そうですね。前も一緒にされてたんですけどね、それこそ高田の時代とか。もうそういう時代じゃないですよね、うん、しかも今アスリートはプロレスをやらなくなってるから、みんな運動能力、柔道とかね、そういうところで実績残した人はプロレスやるかっつったらやってないから、はい、ないんじゃないですかね、なかなか。わかりました。はい、つまんないね、ロマンがない感じです。いやいや、まあそういうのもしょうがないです。次いきます。過去に取材をしていて聞いてしまったけどさすがにヤバいと思ってカットしたことで今だから話せることを教えてほしいです。いや、もういいです。死ぬことありますよ、そんなもんは。例えばね、今話せることって。今話せること、だいぶ年数経ったから。いやー、でもこれ YouTube ですもんね。はい、うん、もうそれはたくさんカットしてることたくさんあるけど、そうですね、結構過去のことだったら言えない。10年ぐらい前のことですかね。見てる可能性があるからね。なんかたくさんありすぎてちょっと何を喋っていいか分かんないですね、これは。うん、なんだろうね、気になるな、これ。それありますよ、それは。俺も喋っていいもんだろうかっていう怖さはありますね、そこは。ちょっと言えないですけど、うん、原稿チェックで殺すぞみたいなこと言われたこともありますね。ありますね。脅されることはありますよね。だって自分が言ってることでしょ、そのね、殺すととか言う。まあ、あるし、はい、そうなんですよ。あ、そう、それで言えば、はい、ある方も、はい、自分で言ってるのに、はい、俺はこんなこと言ってないって、ぶち切れることっていうのは定期的にありますね。で、活字化しちゃうと、はい、改めて自分の読むと、怖くなっちゃったりとか。まあね、文章にしたらね、確かにね、活字にしたら。うん、それで何か脅されるってことは定期的に。殺すぞってすごいですね。うん、そう、原稿、インタビュー原稿で殺されたくないですよって感じです。え、で、それどうしたんですか、カットしたんですか。え、カットっていうか、うん、え、いや、なんか適当に電話して、あ、すいません、すいません、ちょっと気をつけますので、よろしくお願いしますみたいな感じで。怖っ、はい。それで言うと、僕はもう全部 OK したでしょ。なんすか急に。むしろ悪口つけ足したじゃないですか。いや、多分結構僕のすごい発言があったじゃないですか。普通でもカットしてくれって言うと思って、ここの部分は、うん、僕全部 OK したじゃないですか。それ驚いてた覚えてるんですよね。はい、ああ、そうでしたっけ。それは気分よくさせてるかもしれないですね。それ言っちゃったらもうダメですよね。気分よくさせてるかもしれない。気分よくなくなったんですけど、それ。うん、でも結構インタビューで喋ってて、はい、結構怖いこと言ってるなときは、いかにそのまま乗せるかっていうのは、ことは努力しますよね。なるほど。そこは怖い話はそんなもの、まあ、あるんだろうけどな。オッケーです、オッケーです。はい。はい。わかりました。あともう本当最後、はい、格闘インタビュアーの年収は答えられますか。インタビュー年収いくらぐらいだと思います。だから僕って結構独特、特殊なんで。マジわからん。特殊なんで、はい、わかんないと思うな、ちょっと。でも、はい、もう売り上げをいちいち見てないってことは結構やっぱあると思うんですよね。だってカツカツの生活してたら絶対見るもん。いや、それは絶対。嘘ついてました。見てます、毎日。いやいや、だから結構稼げてると思う。まあ、詳細言わなくていいですけど。今すぐで若手とかで出てきて、ジャンさんの元で僕も働かせてくださいって言ったら無理なんですか。まあ、どういうこと、僕のところで、はい、いや、そんな人を雇うことの、人を雇って何か意味があるのかな。まあ確かに、自分でできてるんだろう。例えば雇ったとしてもすごい安いから忍びないですよね、それは。それはじゃあ来たってもそれは断る。いや、まあ別に来たって言ってもね。そうしたらでもいろんなやつでさらにインタビューできたりとかいろんなことできるじゃないですか、誰かいたら。いや、難しいんじゃないかな。あ、でも自分でやりたいですよね。自分でやりたい、やりたいし。僕もそうなんですよね。なんですか、合わせてこないでください。いや、僕もやっぱ YouTube とかを、はいはい、もう編集とか全部自分でやってるんですけど、誰かに任したくない。ああ、なるほど。僕の作品なんで。青木真也みたいなこと言います。いや、まあ、それ恥ずかしいな。パクってる人からパクってもった、パクってもったんですから。新人、昔だったら編集部とかあって、はい、新人は信用できる場があったんですけど、はい、今だと任せることは怖いですよね、新人は。うん、年収は想像していただいて、はい、じゃあもうこれ最後、はい、まだもうこれ最後。いや、若手の日本人パウンド・フォー・パウンドと歴代ジャイアファイターパウンド・パウンド・フォー・パウンド。そんな質問。日本人と若手と歴代パウンド・フォー・パウンドってあんま好きじゃないんですよね。いや、好きなファイターでいいんじゃないですか。好
きなファイター、あー、なるほどね。日本人ですか。2、3人。でも、高田は入ってくるんじゃないですか。パウンド・フォー・パウンド。パウンド・フォー・パウンドって質問ですけど、うん、まあ、でも強さとかそんなこと好きじゃないですもんね、別に。そうですね。まあ、存在で言ったら青木真也じゃないですか。うわマジ、うん、いろんな面で。1位ですか。1位は青木真也じゃないですか。これ、まあ、今で言うんだったら。いいこと言いますね、なんか。うん、さっきパクってるとは言ってたけど、人の言葉を。青木真也さんじゃないですか、きっと。まあでもやっぱ魅力ありますよね。いやでも、だって20年以上ね、一線でやってて、ね、あの、いわゆるインフルエンサー的な立場もあって、はい、って考えたら、なかなか強いんじゃないですか。僕もやっぱ好きなんですよ。取ってつけたように。いやいや、これマジなんです。でも、まあ、カラーがあるやつが好きやし、はいはいはい、で、自分の名前と顔出してちゃんと意見言うじゃないですか、うん、批判されるようなことも含めて、うんうんうん、そういう人が好きで、でもジャンル全然違うんですけど、でもホリエモンとかひろゆきとかこの辺とか好きなんですよ、はいはいはい、ちゃんと意見言うから、うん、で、青木真也ってブランドがちゃんとできてるし、うん、で、僕強さは僕何度も言うんですけど、はい、今までやった中でダントツ1位なんで、はい、もうやっぱ好きっすけどね、うん、だからといって、あの青木真也さんの言うことをあまり飲みしない方がいいのかなっていう。あ、そうそう、僕もそんな感じですね。はい、え、他もう一人か二人いないですか。え、好きな人、好きな。高田信彦は上位に入んないですか。高田信彦は上位にはどう。まあ、でもさ、青木真也って回答が面白いな。前田明。ああ、前田。佐山悟。なるほど、やっぱそういうのが好きなんです。プロレスのちょっとね、前の世代というか。まあ、佐山悟さんじゃないですかね。へえ。やっても競技はやったことないんですもんね、佐山さんは。やってないから評価がしづらいです。でも強いっすよね。あの蹴りのスピードとか普通じゃないと思う。タイガーマスクの頃のあの身体能力とか。うん、なるほど。ただかといってそれと実際に強いかはまた別物と思ってるんです、うん、運動神経と。ただまあああいった総合格闘技っていうものを、はい、システム的なものを作ったっていうのはね。シュートを作ったんですよね。うん、そう、すごいことだと思いますね。でもやっぱり日本人じゃないんだよな、日本の格闘技って。結構外国人が、はい、興味を支えたところが大きいから、はい、あ、そうか、ミルコ、はい、マサト、はい、桜庭、はい、小川か、このぐらいが好きですか。この辺はやっぱりいなかったら今の形はないなっていうふうに思いますけどね。まあ日本人でいうとマサトさんか。なるほど。あ、でもやっぱ小川好きなんじゃないですか。もう当時の小川直也には、いや僕好きでも好きそうでしょ、さっきの話聞いたら。神のプロレスでもあって、話が戻りました。マジ好きだったな、小川直也。幻想しかなかった。まあでもこういうの上げてったらキリがないですからね。まだ青木真也なんですかね、ここまで。なるほど。青木真也は取材最近してないですよね。してないですね。それは別に NG じゃないですかね。いや、わかんない。でも青木真也は取材を受けないって言ってないですか、なんかマスコミの。なんか分からんけど、ギャラが高そう、めっちゃ要求してきそう。そうなんですか。でも青木真也さんは、はい、外から見てる方がいいですよ。まあね、それ分かるな、うん、と思いますよ、それは。確かにね、外から見てるのがいいと思いますけどね、はい、じゃあ若手がどうとかもいいっすね。若手はいいんじゃないですか。これからでもね、いろいろね、はい、歴史を作ってくるんじゃないかな。でも一人選べたら青木真也なんですね。ああ、それ面白い回答だった。いや、まあでも僕もやっぱ青木真也大好きですけど、ね、やっぱカラーがあるし、うん、いろいろ思うところはありますけど。そうですね、はい、OK です。はい、じゃあジャンさん、今日めちゃくちゃ楽しかった。結局めちゃめちゃ喋りましたね。これまとまるんですか。まとまるというか、ほぼノーカットで。ノーカットなんですか。はい、でも僕最初言ってたんですけど、うん、初めて不安だったんですよ。僕誰とでも結構ね、円滑に喋れる自信あるんですけど、はい、ジャンさんにファイターだったらこの前の試合どうでしたみたいなこと触れるけど、それもないし、どうしようかなと思ったけど。そんなんで呼ばないでください。いや、でもジャンさん、はい、結局意気投合しましたね。してない。これは仲良くなれた。してないと思いますけど、あのドロップキックにもまたぜひ僕呼んでください。いや、反応がね、ジョニーさんはね、コメントなかったからもうダメです。いや、まだ機会があったらね。でもジョニーさんもチャンネルで全部完結してるから。まあまあそうなんですけどね、まだ機会があったら何か、はい、あのチャンネルで喋んないスキャンダラスなことがもしジョニーさん不祥事が起きたら、じゃあ またインターホン鳴らすタイミングで呼んでくださいよ。はい、その時はちょっと来ますね。全然笑えへんな、はい、マジで鳴らしますからね。その時は取材してくださいね。しますんで、はい、じゃあ今日はありがとうございました、はい、お疲れ様です。終わります。